カーリーはヒンドゥー教の女神である。その名は黒木派、あるいはジノイ。死と殺戮を好む戦いの女神。シ芝の妻の人柱であり、カーリーマーとも呼ばれる。仏典に置ける漢字による恩赦は、カリ、カリ。シ芝の神妃デイビーの凶暴な層の一つとされる。同じくデイビーの凶暴な姿であるドゥルガーや、 反対にニューアナ恵み深い姿であるパールバティの別名とされるが、これらの女神は、元は、それぞれ別個の神格であったと考えられている。全身青みがかった黒色で三つの目と四本の腕を持ち、四本の腕のうち一本には刀剣型の武器を、一本には切り取った生首を持っており、チャクラを開き、牙を剥き出しにした口からは長い舌を垂らし、ドクロないし、 生首をつないだ首飾りをつけ、切り取った手足で腰を飾った姿で表される。絵画などでは銃の顔と6本から10本の腕を持った姿で描かれることもある。シャークタ派で聖典とされるデイビー・マーハートミアによると、女神ドゥルガーがシュムバ、ニシュムバという兄弟のアスラの軍と戦った時、怒りによって黒く染まった女神の額から出現し、アスラを殺戮したとされる。 自分の流血から分身を作るアスラのラクタビージャとの戦いでは、流血のみならずその血液全てを吸い尽くして倒した。勝利によったカーリーが踊り始めると、そのあまりの激しさに大地が粉々に砕けそうだったので、夫の芝神がその足元に横たわり、衝撃を弱めなければならなかった。その際に、芝の腹を踏みつけてしまい、ペロリと長い舌を出したカーリーの姿が、 多くの絵や像で表現されている。殺戮と破壊の象徴であり、南インドを中心とする土着の神の性質を集合してきたものと解される。インド全体で信仰されているポピュラーな神だが、特にベンガル地方での信仰が厚く、現在でもコルカタにあるカーリガート寺院では毎朝、ヤギを生贄にした供養が行われている。また、インドの宗教家、 神秘家ラーマクリシュナも熱心なカーリーの信奉者だった。インドにおいて19世紀半ばまで存在していたとされているタギートは、カーリーを信奉する秘密結社で、殺した人間をカーリーへの供物としていた。ありがとうございます。